こんにちは。ストーンイーリス2次チャンネルへようこそ。パワーストーンセラピストのなつきです。皆さん、今日もご視聴いただきありがとうございます。やっと桜の季節がやってきましたね。こちらもちらほら咲いてきました。短い桜の季節楽しんでくださいね。では本日も皆さんの人生に役に立つ情報をシェアしていきたいと思います。とっても励みになるので、この動画を気に入っていただけたら、ぜひチャンネル登録お願いします。あと、感じたことをコメントしたり、いいねボタンで意思表示していただけるととっても嬉しいです。では本日も並木義和さんの春分イベントの続きになります。自分に一致して魂の道に乗っかると、奇跡のように人生が変わっていく。そして意識が変容して、ネガティブなことをネガティブと捉えなくなる。このような捉え方ができるようになると生きやすくなると前回お伝えしました。ではどうしたらこのような捉え方ができるようになるのか。まずは、この世はイリュージョンである、この世は幻想の世界であると気づくことが先決というお話をしました。この世はイリュージョンであるというお話は何度かしていますが、なかなかそれを実際に腑に落とすのは難しいですよね。私もまだ体感したことがないので、知識でしか知りません。それもそのはず、実はこの世は幻想だったなんて簡単にバレてしまったら困るので、絶対に見抜かれないよう完璧にできています。少しでも、あれ、この世は幻想なんじゃないかって疑いが起きたら、もう真剣に生きられなくなりますよね。なんだ、この世は幻想世界かと真剣に生きることをやめてしまい、何が起きてもどうせこれ幻想の世界でしょ、だから自分で変えられるんでしょとなって、学びも起きないし、何よりも今までのようにリアルに現実を体験することができなくなってしまいます。それでは地球に来た意味がありません。例えばお化け屋敷やホラー映画、私はお化け屋敷やホラー映画ってあまり怖くないんですよね。だってどうせ作り物だし、本物じゃないって知っているから、どうも真剣に怖がれないんです。現実がそんな感じになってしまったら興ざめですよね。このように夢から覚めてしまったらリアリティがなくなるので、だから絶対にバレないよう、見破られないように巧妙にできているんだそうです。そしてこの完璧な最高級品の世界を作ったのは私たちです。なので、まずは私たち創造主がこのパーフェクトな世界を作ったという、この事実を認めること、自分たちはめちゃくちゃ優秀なクリエイターであると認めることが大切なんですね。まあ、つまり私たちはそれくらい完璧なものを作り出す素晴らしいクリエイティブ能力を持っているということです。さらにこの仕組みを詳しく説明すると、私たちはそれぞれの宇宙を持っています。たくさんの人があなたの周りにいると思いますが、皆さんホログラムとして参加してくれています。例えばあなたのお母さん、母親は母親の宇宙を一つ持っています。お母さんの宇宙の中に意識という形で実在しています。でもその母親がそのままあなたの人生に登場しているわけではなく、ホログラムで参加しているんです。でも触れることができるので、実際に存在しているかのように感じますよね。これがこの地球という物理次元のすごいところで、本当はホログラムなのに、まるで本物かのように体験できる特殊な場所として人気の惑星なんだそうです。だからあなたの宇宙にはあなた以外存在していないんです。まあ、そうは言われてもやっぱりピンときませんよね。で、私たちは何度も輪廻転生していますが、一番最初に人間として地球に来た時、そういう特殊な星だということをちゃんと知っていました。最初の頃は意識がクリアなので、すぐに全部自分が作っていると分かってしまったそうです。で、もっとリアリティを高めていくためにはどうしたらいいだろうとみんなで考えたそうです。で、その時現実としてスクリーンに映し出している映像に強く強く意識を向けてフォーカスしていくと、本来の意識からどんどん離れていくことに気づいたんですね。まあ、つまり私たちが今やっているように、スクリーンに首を突っ込んでいる状態に持っていくと、臨場感たっぷりに体験できるということが分かったんですね。
だからみんなで自分の映し出した映像を深く深く語り合って、それによって現実をガチッと固めていったんだそうです。まあ、私たちが日常でよくやっている、昨日こんなことがあった、あんなことが起こった、イライラした、ムカついたと現実を語り合いますよね。語り合ってそこに意識をフォーカスしていくと現実がさらに固まっていくんです。で、そうこうしているうちに本来の自分を忘れていってしまったんですね。現実を映し出している映写室から出て100の1からどんどんずれていって、まあ、すっかり映写室の存在を忘れてしまったんです。その究極の形が今の私たちということです。今私たちはこの映写室100の1に戻ろうとしているわけですが、そのためにもういらない地球の不要な周波数を手放して手放して統合に向かっているんですね。とはいえ、どう考えても現実としか思えませんよね。でも統合が進んでいくと、幻想であるホログラムであるということに気づいてくるそうです。前にもお話しましたが、実は並木さんは実際にそれを体験したことがあるんですね。ある時、深い深い統合が起きて、完全に自分に意識が100向いた時、目の前の景色が一瞬波に戻ったそうです。目の前にいる人たちや景色が一瞬にして波になったと。そして波になったところからもう一度再結晶化して、まあ、さっき見ていた元の風景に戻ったということなんですね。これはビジョンで見えたとかではなく、実際に体験体感したことで、なんとそこから1週間ぐらいバランスを崩してしまったそうなんです。つまり今まで現実だと信じて疑わなかった現実は実はそうじゃなかったんだと分かってしまって、まあ、ある種のショックを受けて、心身のバランスを崩したということなんですね。本物だと思っていたこの世界は実はただの波だったと気づいて、この世界の仕組みを知ってしまいショックを受けたと。で、その数日間は人を見ても起きている事柄を見ても全部が作り物、ハリボテのように感じてしまって、人がそこで動いていても中身が空っぽみたいな感覚で、まあ、どこを見ても何を見てもハリボテのように虚しく感じていたそうです。それで1週間ぐらいバランスを崩してしまったようなんですね。とはいえ、この虚しいとかショックを感じている自分も、まあ、つまりはただの周波数なので、この感情さえも手放して統合していったら、意識とエネルギーが戻ってきて、またしっかりと自分につながり、まあ、それ以来はもう虚しさなどは一切感じていないと言っていました。並木さんも今までは知識としてはこの世はイリュージョンだと知ってはいたけど、これを体験したことによってストンと腑に落ちたそうです。すると次は明晰夢を見ている状態になって、だってこれ夢なんだからこれもあれもできるよねみたいな意識になってしまうようです。つまりこの世界をもうリアルな現実だと捉えなくなるということです。まあ、壮大なマジックの種明かしを知ってしまったような感じでしょうか。桃代さんも以前あるイベントのワーク中に深いところとつながって、まあ、そのまま倒れてしまい、その時周りの全風景が映画のマトリックスのあの緑の電子記号に見えたと言っていました。で、桃代さんもその時全てはエネルギーなんだと知ったそうです。並木さんはこの体験の後、今までの通常の意識ではない意識を使うことができるようになったことに気づいたそうです。ちなみに私たちの本質というのは宇宙意識そのものです。このフレーズはよく聞くので、自分は宇宙そのものと知識として頭では知っている人が多いと思います。でも知っているだけではこの宇宙意識を現実に生かしていくことはまだできないそうです。この宇宙意識を使うには、この世界はイリュージョンであるということを完全に見抜くこと、見抜いて初めて今までの意識の使い方から抜けて、この本質の宇宙意識を使うことができるようになります。なかなか高度なレベルの高いお話ですが、長らく切り離されていた宇宙意識とのコネクションをもう一度つなげることがこれから必要となってきます。これネドジュンさんの話にもつながりますよね。結局ネドジュンさんのお話は、並木さんたちが話していることをより科学的に脳科学の視点から解いているように感じます。
なので目指しているゴールは一緒だと思うんですね。ネドジュンさんが言う左脳の自動思考はいわゆるエゴ、自我の声で、右脳や本体さん、生命さんというのが大いなる源、宇宙意識、宇宙エネルギー、ワンネス状態ではないでしょうか。なので左脳の自動思考を止めて右脳優位になると、長らく切り離されていた宇宙意識とコネクションできるようになる。つまり現実はイリュージョンである、全てはつながっていると悟ることができるということですね。そして私という個の意識もなくなっていきます。ちなみに私という意識がなくなると、私にまつわる子供の頃の辛い経験や過去世のカルマなどがボロボロ外れていくそうです。私という意識がなくなると、全ては一つというワンネス状態になるので、インナーチャイルドの癒しとか過去世の癒しもいらなくなりますよね。今私はこの状態になろうと、ネドジュンさんのワークと並木さんの手放しワークと両方やっています。並木さんはこの宇宙意識が使えるようになると、初めて現実は自分が作り出しているんだと分かり、自分が思う通りに現実に影響を与えられることに気づくと言っていました。この宇宙意識とのコネクトが太くなっていけばいくほど、現実に影響を与えることができるようになります。すでに望む現実を生きている、宇宙の波に乗っていると感じる人は、この宇宙意識とうまくコネクトできていると思います。この意識をもっともっと拡大させていく必要があるんですが、現実に大きな影響力を与える人が増えれば増えるほど、来年の流れなんて簡単に変えられるということなんですね。こういう人たちをもっともっと増やしていきたいわけです。宇宙意識につながることを OK すると、今までのような感覚では生きることはできませんと言っていました。今までのような、だって人間だもんみたいな、一般的な人間味あふれる人間らしい感覚を手放すことになるということです。でもここを手放していかないと宇宙意識にはつながれないので、だからここが選択なんですと言っていました。もしもやっぱり人間的な生き方をやめたくないと思ったとしても、もう私たちは目を覚ましていくことは決めているので、そういう方はただの中途半端な生き方になるそうです。だからいい加減覚悟を決めて、本気で生きると決めることが大切なんですね。本気で生きるとはイコール宇宙意識を取り戻していくこと、つまり源に帰ることです。ちなみにイエスやブッダ、アセンデッドマスターを含め、全ての意識の究極のゴールはここです。宇宙の根源、源に帰っていくことが私たちの究極のゴールです。それぞれ速度は違えども、みんな同じ究極のゴールを目指して進化成長して進んでいます。そのために私たちは今、善も悪もジャッジも超えて、光と闇という概念も全て終えて目を覚ましていこうとしています。宇宙の高い視点から見れば、悪と呼ばれる存在たちも必要だから存在しているわけです。光がどういうものなのかを理解するために必要だったのが悪という存在です。自分が光であると気づくためには、闇という真逆のコントラストがなければ気づくことができません。なので実は悪も必要な要素の一つなんです。しかし今あらゆる裏の情報が表に出てきて、悪を潰さなきゃ、闇を排除しなくてはと拳を上げて戦おうとする人たちが大勢出てきました。これが彼らの思うツボなんですね。前回の動画で、裏の情報、闇の情報を追いすぎると本末転倒ですとお伝えしましたが、実はこういった情報を流している大元の存在がいて、こんな闇の情報があります、こんな隠された真実があります、こんなひどい行為が裏で行われていましたと情報を流して、人々の意識をある方向に持っていこうとしている人たちがいるそうです。決してそれらの情報が嘘の情報ではないんですが、その情報を聞いた人たちの意識をある方向に持っていこうとしているんですね。ある方向とは、不安や恐怖や怒りという方向です。まんまとこういった方向に持っていかれた人たちは、正義を振りかざして戦うわけです。つまり私たちはまたしても誰かに意識をコントロールされようとしているんですね。
このように私たちの意識をコントロールするという目的を持って情報は流されているんですと言っていました。今そんなところに目を向けなくても自分の人生に集中して自己統合が進んでいけば全てわかるようになります。情報を追うことが悪いと言っているわけではなく、そんなことをしに地球に来たわけではないので、まあ、もっとレベルの高い生き方を目指してくださいねということです。まあ、目覚めの第一段階としてこの世の仕組みを知るきっかけにはなると思いますが、そこで引っかかっている人があまりにも多いことに並木さんは懸念しているようでした。もう時間がありません。日本人には大きな役割があるので1にも2にも自己統合ですね。楽しんで統合を進めていきましょう。はい、ということで今回は以上となります。この動画が少しでも役に立ったなと思う方はチャンネル登録、いいねボタン、あとコメントもね、よろしくお願いします。では本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。